Welcome back to Let's Play Trails in the Sky. My name is Karsten. So we are heading to the west. And, oh man, I love that they don't chase after me instantly now. Since most of them give garbage experience. And if I want to fight them, I'd rather do it off screen and advance the plot while recording. Or at least, you know, I'll fight one of each new enemy I encounter on screen, maybe, but, you know what I mean. Lets me avoid encounters I don't want. そうみたいだね。あれを越えたらルーアン地方だ。でも参ったな。もうすぐ日が暮れる。今日はここに泊めてもらった方がいいかもしれない。別にいいけど。急いで峠を降りて麓の宿に泊まる選択肢もあるんじゃない？夜の峠越えは危険だよ。視界も悪ければ足場も悪い。夜行性の魔獣に襲われたら崖から落ちる可能性だってある。あんまりおすすめできないけどな。確かに危ないかも。とりあえず関所の兵士さんに事情を説明するしかないか。One notable thing is that, well, it's in the evening andthe sun would be setting in the west, and that they have accurate shadows for that. Now, the terrain objects like this lamppost don't have shadows, and the shadows do that thing early shadows on games did, where they combine, which doesn't make sense. But nice little attention to detail that they made the characters at least have long shadows in roughly the correct direction.おっと、珍しいな。こんな時間にお客さんなんて。ハイキングに来て道に迷っちまったのか？ううん、違うわ。あたしたち一応遊撃士なんだけど。あんたたちの年で遊撃士ってのは驚きだな。それじゃあ仕事で来たのかい？いえ、実は声優劇師を目指して王国各地を回るつもりなんです。でどうせだったら修行を兼ねて飛行船を使わずに歩こうかなって。歩いて王国一周するのか。はあ、若いっていうか気合が入っているっていうか。それほどでも。しかしいくらなんでも今から峠を降りるのは危険だぞ。最近この辺りではやたらと魔獣が発生してるからな。旅人用の休憩所があるから今夜はそこに泊まっていくといい。やった、ありがとう。助かります。なんのなんの。休憩所を使うときはうちの隊長に声をかけるといい。手前の詰所にいるからさ。 Alright. ん？君たちは？どうも、お邪魔しています。実は still tried to make her eyes as large and yearning as she could in the hopes of scoring free food as well. そうか、構わないよ。
遊撃士なら身元も確かだしね。隣の休憩所を自由に使ってくれ。ありがとう隊長さん。Curious what the other rooms are. Oh, okay. ここが旅行者用の部屋ね。うん。まずは暖炉をつけようか。はあ、あったかい。やっぱり薪を使った暖炉って落ち着く感じがする。そうだね。動力ストーブも出回ってるけど、暖かさでは暖炉にはかなわないかな。ま、あれはあれでお手軽でいいんだけどね。おい、お邪魔するぞ。隊長から話は聞いたぜ。今夜は泊まっていくんだって。夕食俺たちの飯と同じでよけりゃごちそうするけど、どうする？え、いいの？すみません、何から何まで。なーに、定期船が就航してから通行人もめっきり減ってな。暇を持て余しているから、正直客人は大歓迎なのさ。ことなら遠慮なくごちそうになろうかな。よし、それじゃあ少しの間待っててくれや。もっとも軍隊の飯だから、あまり味に期待しないでくれよ。空賊団騒ぎでは王国軍と張り合ってたけど、一人一人の兵士さんはやっぱり親切な人が多いよね。確かにそうだね。まあ軍人が親切なのはリベールくらいだと思うけど。え？いや、とりあえず荷物を置こうか。はあ、お腹いっぱい。期待しないでとか言ってた割にはかなり美味しかったと思わない？そうだね、軍で出る食事とは思えないな。ちょっと失礼するぞ。あ、副長さん、すっごく美味しかったわよ。ごちそうさまでした。お粗末様、口に合ったようで何よりだ。ところでもう一人客が来たんだが、アイビアでも構わないかい？来客？こんな夜中にですか？ずいぶん度胸ある人ね。私たちは構わないけど、ただで泊めてもらってる身分だし。そう言ってくれると助かるよ。ま、ジョーちゃんたちの同業者だから気兼ねする必要はないだろうけどな。え？同業者？どこかで見たような顔だぜ。あ、あんた、銃剣のアガット。なんだ、知り合いだったのか。ところでアガット、お前さん飯はどうする？いや、せっかくだがさっき食っちまったばかりだ。寝床を貸してくれるだけでいい。わかった、ベッドは適当に割り振ってくれよ。それじゃおやすみ。さてと、おっさんの子供たちだったか。なんだってこんな場所に泊まってやがる。シェラザードはどうしたんだ？シェラさんはロレント地方に帰りました。今は僕たち二人で旅をしています。声優劇士を目指して王国各地を回ろうと思ってるの。修行を兼ねて自分の足だけでね。
声優劇士、歩いて王国一周だ。随分とのんきなガキどもだな。なんですって？お前らみたいなガキが簡単に声優劇士になれるわけねえだろ。常識で考えろ、常識で。これでも私たち空賊逮捕で活躍したんだから、推薦状だってもらっているし、子供扱いするのやめてよね。その話か、ルグラン爺さんから聞いたぜ。それじゃあ聞くが、仮にお前らしかいなかったら、その事件解決できたと思うか？シェラザードの手を借りずに、お前たち自身の力だけでだぞ。それは難しかったと思います。当然だろうな。お前らは新米で、しかもガキだ。力もなけりゃ経験も足らねえ。とっさの判断もできねえはずだ。それを忘れて浮かれてると、いつか必ず足元を救われるぞ。浮かれてなんかないもん。あんたの方こそ、こんな時間に峠越えなんて危なっかしいことしちゃってさ、人のこと言えないんじゃないの？魔法、鍛え方が違うんだよ。それに俺の方は仕事だ。モノミュさんの旅と一緒にすんな。仕事？遊撃士協会のですか？ああ、お前らの親父に強引に押し付けられた。え？父さんが押し付けた？さてと、明日は早いし、とっとと休ませてもらうぜ。お前らも喋ってないで寝ろよ。ああ、ごまかした。そこまで露骨すぎると余計に気になるんですけど。ああ、もううるせえな。ガキが余計なことに首を突っ込んだら火傷するぞ。とっととルアンに行って掲示板の仕事でもしていやがる。それが、お前らにはお似合いだぜ。もう寝ちゃったみたい。一緒にしないでってば。Sorry about bumping the button a few times there. もう、なんなのよこいつ。喧嘩売ってるとしか思えないんですけど。まあまあ、僕たちが新米なのは確かだし、ひょっとしたら心配してわざときつく言ってるのかも。ねえヨシオ、本当にそう思う？ごめん、あまり自信ない。でもそろそろ僕たちも寝た方がいいのは確かだよ。明日も峠越えがあるんだし。むしゃくしゃが収まらないけど仕方ないか。あ、せめてこいつの顔に落書きしてから寝るのはどう？
安眠間違いなしだと思うけど。やめなさいってば。待たせたな。そろそろ交代の時間だぞ。ああ、もうそんな時間かよ。しかし、誰も通らないのに見張りをする必要があるのかね。いっそ夜はゲートだけ閉めときゃいいんじゃねえか。決まりだからしょうがないさ。この前の空賊騒ぎといい、最近何かと物騒だからな。なんだ、どうした。何か音がしないか。こうざわざわと。風の音じゃないのか。狼の群れ。おいおい、マジかよ。今何か聞こえなかった？何かあったみたいだね。様子を見てくる。お前らをとっとと寝とけ。ちょっと待ちなさいよ。念のため僕たちも行った方が良さそうだね。Okay. Okami の群れ。大変。早く加勢しなくちゃ。ほら、やめとけ。なんで止めるのよ。あんたそれでも遊撃士なの？勘違いするんじゃねえ。関所を守るのは軍の仕事だ。ここの連中は連動も高いからすぐに撃退できるだろうよ。余計なおせっかいってもんだろう。そんなこと。彼の言う通りだ。これは自分たちの仕事さ。嬢ちゃんたちは中に入ってな。どうなってるの？エステル、反対側だ。ルーアン方面の出口でも何かが起こったらしい。アーデスって？すごい。噂以上の破壊力だね。包囲するつもりかよ。いる頃のくせに割と知恵が働くじゃねえか。加勢するわよ。こら、引っ込んだ。ふーんだ、あたしたちの勝手だもんね。邪魔にならないように手伝わせてもらいますから。ち、勝手にしやがれ。せいぜい俺の銃剣に巻き込まれないよう。Alright, let's see. What are these got? Slightly weak to everything.Oh, hey, I can control him. What do you have? Okay, and what do you have here?
Yeah, I'll go with that. Ooh, that was worth it. Now, you can't do anything here. Just attack. Just attack, I guess. So you can take that one out. You attack that one. I'm just feeling a little sleepy right now, but we'll get this recorded. なんとかやっつけたわね。数も多かったし、なかなか手強い相手だった。思ったよりもやるみたいだな。あのおっさんの手ほどきを受けていたんだったら当然か。勘違いするなよ。あくまで新米としてはだ。まだまだ声優激進は遠いぜ。おい、そっちは大丈夫か？ああ、問題ない。一匹残らず片付けたぞ。気絶していた奴はどうだ？思ったよりも軽傷だ。お前がいてくれて助かったよ。さすが銃剣のアガットだぜ。大したことはしてないよ。それにこのガキどもがそこそこ働いてくれたからな。そうなのか。ジョーちゃんたち、ありがとうな。うん。自分たちは念のため周辺をパトロールするつもりだ。君たちは中に入ってゆっくりと休んでくれ。なあ、気をつけろよ。さてと、寝直すとするか。もう危険は去ったはずだ。お前らもおとなしく寝ておきな。口の悪いやつが私たちを褒めるなんて。少しは僕たちの実力を認めてくれたのかもしれないね。思ったよりもまっすぐな人なんじゃないかな。
とてもそうは思えないけど。まあ確かにでかい口を叩くだけはあるわね。エステル、エステルってば。うわー、もう何なのよ。あれ、ヨシア、もうギルドに行く時間だ。何言ってるんだか。ここはクローネ峠の関所だよ。そうだった、夜中に魔獣騒ぎがあって。あれ、あの赤毛男はどうしたの？朝早くに出発したみたいだ。急ぎの仕事があったらしいね。そうなんだ。せっかく昨日は協力して魔獣を撃退したのにさ、挨拶もしないで行くなんてやっぱり失礼なやつよね。まあまあ。それより僕たちも支度しよう。昼過ぎには峠を越えたいからね。うん、分かった。いよいよルーアン地方ね。Should not have played right now. I am kind of sleepy. But Hey-san, ohayo. Ohayo gozaimasu. Yo, ohayo-san. Kino wa hontou ni gokurou-san datta na. Sore hodo demo. Hey-san tachi no hou koso, ano ato patrol ni dete kiken na koto wa nakatta no? Ah, nan no ijou mo nakatta zo.しかし妙なんだよな。妙って何が？街道や関所にある照明に魔獣を遠ざける効果があるのは知ってるだろう。関所に近づく魔獣がいたとしても普段は多くて 2,3 匹程度なんだ。昨日みたいに大量に群がってくるのは初めてだぜ。それは確かに奇妙ですね。ま、帝国軍に比べりゃ魔獣なんて可愛いもんだけどな。拠点防衛のいい演習になったと思えばいいか。そういう問題なの？俺たちにとっちゃそっちの方が気がかりだからな。魔獣どもが何を考えてるのかはジョーちゃんたち遊撃士に任せるさ。あ、それはそうと、そろそろ出発するんだろう。通行手続きをしまうかい？はい、お願いします。これでよしと。それじゃ。青い海と白い花に彩られたルーアン地方へようこそ。そうそう、ジョーちゃんたちはルーアン市に向かうんだろう。うん、
そのつもりだけど。昨日の件についてはギルドの支部に報告しておくよ。軍からの謝礼金が出るはずさ。まあアガットのやつと山分けになるとは思うがな。それじゃあ聖遊撃士目指して頑張れよ。いろいろお世話になりました。All right. So I am very sleepy right now, and it's been half an hour, so I'm going to take a break here. I hope you have been enjoying. Sorry for the kind of half asleep episode, but a lot of it was dialogue anyway, so thanks for watching. If you have enjoyed, likes, comments, always very much appreciated. Subscribe for more if you haven't already. And have a good day.